お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、世界一位のデッキを使ってまあグラチャでやりたいなと思いますので、今まあ今の話なんですけど、今グローバル1位のこの人ですね。この人今プロフィールはこうなってるんですけど、まあこれはフェイクででしてね、どこや、このクラロアテレビ、クラロア TV にですね、この人ですね、が載ってて、この今インドラネクロ、まあ、バルキリースケラフリーズのデッキを使っててですね、でこれでまあグロ1いってるんですよね、この人で。このデッキがですね、しかもあ、これはちょっと違うのか。この人もですね、今このエミアなんちゃらさんだったり、今このグロ6位のこの人もですね、このグロ1位と同じデッキを使ってるということで、まあ、こちらのデッキがですね、まあ、強いらしいので、まあ、こちらでね、やっていきたいなと思います。で、まあまあまあ、普通、はいはいはい。まあまあ、基本は、まあ、スケラー、まあ、基本は、まあ、受けから、まあ、カウンターでスケラーを刺していくのが、まあ、基本で、で、これは、ま、相手が出してこないんで、まあ、ずっと待ってても大丈夫ですし、まあ、コウモリぐらいなら、まあ、裂いてもいいかな。で、これに何か出してきたら、まあ、そっちサイドにネクロを合わせて。行くかな。ネクロ、裂きますか。裂い、行きましょう。で、これにアイスイズ、なんだろうな。相手もスケラかな、もしかして。で、このネクロは、捨てですね。一回捨てて、まだ待って、相手が何か出したら、インドラ出して、出た。地味の、なるほどね。ここは、アイスゴーレムで、ターゲット取って、で、しかもバルキリーもいるんですよね。で、ネクロもいてって感じで、なんか陸受けは結構強い。かなと思います。で、ここは、美味しい。プリンスの5コスを使って、今、ウッドも咲いたんで、カウンターで、で、ここは入んないかな。入んないんですけど、こうなったら、フリーズで、このインドラでぶっ刺すしかないんですよね。今はこの相手のメガゴマにあったんですけど、このスケフリ対スケっぽいっていうのが、まあ結構、まあスケフリを使ってるとあるんですけど、そのあれなんですね、普通に戦ってるとスケラ撃たれてポイズン撃たれて毎回防衛されて、でもこっちは相手のスケラがチュクチュクまあ刺さっていって、でだんだん削られて負けるっていうのが結構定番っていうか、まあそういうのが多いんですよね。なんでそれを回避するためにもこっちが常に攻めていかないといけないですよね。こっちが攻めでそれにまあ相手はポイズン使わせるんですけど、さらにフリーズを決めるのが、これにフリーズしたところで無意味なんですよ。スケラがダメージ入らないので。なんで、このインドラのワンチャンで、まあ、持っていくしかないんですよね。このインドラの今、相手もアイスウィズにメガゴにっていう結構過剰な防衛をしたんですけど、やっぱこのさっきインドラフリーズをしたんで、それに結構警戒してですね、で、警戒して、結構、防衛にコストを結構使っちゃってて、これはもう決まりましたね。これにもインドラに、トルネードもあるのね。よいしょ。これにもフリーズして、この、メガゴ欲しい。これでも勝ちましたね。みたいな感じで、まあ、そうですね。スケポイには、このワンチャンのインドラだったり、このユニットのフリーズで、勝つしかないですね。普通になんかずーっと同じこと繰り返しててもダメージ入らなくて、なんか相手のスケラで一気に持ってかれてやられるっていうのがちょくちょくあるんでね。なんでこう一回攻めのスケラフリーズで決めると見せかけるのも大事かな。っていうかまあスケラっていうかまあインドラフリーズみたいなもんですね。スケラはおとりで、それ以外で、
まあ、例えばバルキリーがミリ残りで残ったのにフリーズしてバルキリーと持っていくみたいなのとかも大事ですね。なんでスケポイだった場合は相手がもうスケラはおとりみたいなもんです。でメガゴギャングで一回待ちかな。アイスイズメガゴギャングわかんないです。でここもですね、このまましかもメガナイト咲いたんでこれはよいしょ、このカウンターで相手が何も出してこなければというか普通にフリーズしたいですね。いや一回防衛しましょう、一回防衛、よしよし一回防衛で、あー待ってインドラ優秀すぎん、ネクロが頑張って、やばい、いやー飛んだ、痛い、この今の飛ばれるのは良くないですね。まあまあ大体メガナイトマスケ、あとはスペルが知りたいですね。相手のスペルがポイズンか何かがすごい知りたくて、でこうやってまだスケラっていうのを出さないでいると相手があれなんですよね、結構よいしょ、ここ相手が結構今これスケラを使ったんですけど、スケラを出さずにずっとやってると相手が勝手に攻めポイをしてくれるんですよね。だったり今ネクロを一番後ろからこう出したらここにポイズンを打ってくれることがやっぱあるんで、そしたら一気にもうスケフリで持っていくことができますね。なんでまあネクロは言ったらまあポイズン誘いのネクロみたいな感じでございますね。でここでバルキリー出したとしてもメガネてくるんで出さずに一回後ろから組み立ててこのカウンターで持っていきたいですね。あ、これ美味しい。バルキリーの強さがわかる。うん。OP。バルキリーが強い。で、ここはもうスケラーして、相手多分ポイズンないのかな。これもフリーズして、勝ちましたね、これは。相手のスペルが多分ないのかな。あー、ウッドザップっすね。これもインドラが刺さって、よいしょ。みたいなね、感じで。インドラが強い。とりあえずインドラが強いですね。なんで、スケフリー使うのは結構フリーズで決めようとするんじゃなくてですね、このインドラのワンチャンを結構意識するのも大事かなと思いますね。なんで僕は結構、このバルキリーネクロ今最後のカウンターになってたんですけど、そっち側に付けらして逆サイ単体インドラとかで、まあメガゴとかでインドラ処理されるんですけど、そこにフリーズしてそっちみたいな、そっち攻めてくるみたいな感じのフェイクも結構いいかなと思いますね。でここはアイゴレで逆サイにターゲット取らして、よし、でここはまあコウモリで防衛されますが、まあまあまあ相手迫撃ディガーか迫撃オグスね。でこのデッキ迫撃意外としんどいんですよね。死んだ。でもコウモリは捨ててザップか、またロケットかもしれないですよね。よし、ここはバルキリーで防衛で、今しかもコウモリないんでこれにスケラを打てばで、ヤーメも構えて、よいしょ、よいしょ、そうなんだよね。でここは、まあ、ネクロで、このネクロが強い、一気に防衛よろしく、オッケーオッケーオッケー、ネクロだけで、あーバルキリーいたのか、いたね、もったいない、なんかもうなんかもったいないです。今のアイスゴレ出してもよかったかもしれないですよね。そしたらカウンターにつながってたのかなと思います。でここも一回インドラ出して、あー読まれてますね、コウモリ付け足して、よし、インドラ残ればよろしい。でここは一発受けますけどしょうがないですね。なんでこういう特にギャングがまあまあそう、まだ待つ時ですね。しっかり形作って絶対にタイミングがあるんで、変に攻めて一気にアド取られてフルブッパされるっていうのがやっぱ一番しんどいんで、
で、この編成相手もしかしたらあれなんですよ、ロケットかもしれないですよね。それがしんどい。なんで、ちょっとネクロを前に。いや、わかんないんですけどね。で、これはもう読み穴埋め。何か来る。やばい。これやった。え、けど、刺さってる。けど刺さってる。結構俺。後ろからインドル、わー、うまい。けど、これネクロが強いですよ。あー、リクがいいねー。このタイミングの迫撃は、うまいっすね。結構ダメージ受けちゃいますね。この、あー、これネクロが生きてほしかった。ネクロが生きてほしい人生だったな。いやこれはしょうがないです。まあ普通に迫撃な、死んだけど今のまあ勝てましたよね。なんだろうな、見てみよう。これ見るの大事ですね。負けた時にこのデッキには勝てないってなったら良くないですよね。なんでここで、まあ、これは1回目いいとして、まあ、2回目から、さっきと同じ防衛方法だったんですけど、結局。そうするしかなかったんで。まあ、読まれますね。ここも、ま、悪くない。で、こうネクロで防衛。で、ここも1回同じで対処されますけど、まあ、コウモリ追加してなんとか耐える。で、ここは OK。あのこの矢なのもまあ悪くないとして、ここの防衛も悪くないとして、ここの左多分ここっすね。ここでスケラ打ったんですけど悪くはない気もしたけど、ここはまだ耐えてもよかったかもしれないですね。まだ左を耐え、いや耐えれないな。でも勝つとしたらやっぱ左をもう一回耐えて、もう一回耐えて、相手やっぱディガーとウッドタップしかなかったので、最後の左をスケラで攻めずに一回耐えて、そこのカウンターのスケ振りでもう一気に持っていく方がやっぱ正解だったかな。って感じかな。はい。それが理想でしたね。けどまあこれは、まあグッドゲームですね。はい。という感じで、なんか負けて終わっちゃいましたけど、まあ、これが今の世界一位の、この人のデッキですね。なんで、まあ、よかったら使ってみてください。いろんな使い方ができると思うので、はい。というわけで、今回は以上になります。よければ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、バイバイ。